ワイの朝です。私のお友達の、方が作ってるハワイのドリップコーヒーを今日はテイスティングさせていただくということで、このワイキキの素敵なラナイに来てます。早速このハワイのドリップコーヒーをテイスティングしてみましょうか。そうですね、粉コーヒーですね、はい、こちら4種類ありまして、今お持ちのが粉コーヒー、この黄色いのがノシュアのワイヤルワコーヒー、うん、で緑がねハワイ島のカウコーヒーで、青いのがカウアイ島のカウアイコーヒー、この4種類を取り扱いしてます。じゃあ全部違う島の、ね、味が違うし島も違うし、混じりっけなしの 100% です。これはハワイでしか買えないんですか、ね、ハワイでしか今のところは買えませんけど、今後もっと販売もやっていこうかなと思ってます。おお、はい、素晴らしい。じゃあまずは一番有名な、これが一番ハワイといえば粉コーヒーなので、粉コーヒー作りましょう。 100% はい、はい、じゃあ開けてください。はい、これをこうやって開けます。開けてもうバッて開けちゃった。はい、ほうほうほう、あ、こうなってるんですね。おお、そしてで上のそうですね、で上のところを切り取る。はい、そして開いて、はい、でこのカップにこんな感じで、はい、引っ掛けたです。おお、簡単ですね。簡単、こんな感じですか。こんな感じ。おお、素敵、はい、そしてあとはお湯を注ぐだけです。はい、最初はちょっと入れていただいて、はい、15秒ほど蒸らす。ここがポイントです。それはなんで蒸らすんですか。粉にお湯がこう十分に行き渡るようにして、で、まろやかにしばらく待ったら、あとは何回かに分けて注いでいくだけでいいです。これじゃあジャーってやっちゃダメなんですね。ゆっくり、コーヒー大好きなんで、一日何回飲むんだろう、3回ぐらい飲みますかね。4回飲みますね。あ、4回全部違う味を、まあ、朝はじゃあこの粉コーヒーから、ターコイズの海をね見ながら、そしてねダイヤモンドヘッドもあるし、で出来上がったら、はい、これを揚げるだけです。お、揚げるだけ。揚げて3、2、1、5ほうほうほう、中華、はい、でもあとこれはもうこれでままいきますけど、これはじゃあもう1回だけですか。1回だけ、たまに2回飲む人いますけど、一緒になっちゃうんで、まあ、じゃあ一番美味しいのが飲めるのは、じゃあ早速いいですか。どうぞどうぞ。出来たてを、ですごい、これ、まあ、こんな感じで見えますかね。こういう感じですね。黒いブラックがいいですね。おお、すごい飲みやすい。飲みやすいでしょ。粉コーヒーは酸味が一応特徴とされてるんだけども、うんうん、うちで取り扱ってるのはあんまり酸味がないみたいな、まあ、酸っぱくないですね。そこまで、うん、酸っぱいって感じはしないと思うんですけど、うん、まあ、こうなんてやっぱり、ね、酸味が強いものもあれば弱いものもあったり、まあ、いろいろあるんで、いや美味しいです。多分飲みやすいと思います。いや、私ほらずっとニューヨークにいたんで、ニューヨークの酸っぱいんですよなんで私は結構ハワイのこの粉コーヒーの方が好きなんですよね。すごい飲みやすい。他の島のコーヒーもみんなね、やっぱハワイのコーヒーで飲みやすいコーヒーばっかりなんで、うん、いろいろ違ったね味が楽しめるのでいいと思います。いや、すごいなんか優雅な生活ですね優雅なリラックスで、もうストレスもなしで、天気もいいし、あ、でもこれ本当に飲みやすい。あの、苦くないし酸っぱくないし、なんかなんですかね、まろやかというか、結構ね、お砂糖とミルク入れるしはやっぱりいるんですけど、やっぱりまずはブラックで飲んでみて、でこれ本当めちゃくちゃ美味しい。飲みやすいでしょ。すっごい飲みやすいです。そして全然なんか薄くもないし、濃すぎもないし、
パパ。これ全然スタバとかのより全然美味しいですね。言い過ぎですか。でも本当にやっぱりもう 100% なので、うん、あのそれが一番、うん、一番贅沢っちゃ贅沢ですよね。あ、そうですね、 100% だとね、なかなか、まあ、結構ファンシーな値段、お値段するんですよね。いっぱい作って手軽に飲めるので持ち運べるし、うん、これすごい人気あるんじゃないですか。これモルトヘハワイで販売させていただいて、はい、これは他も味比べてみた方がいいですね。味ね、あのぜひこの後ね、お自宅飲んでください。はい、ね、飲みやすい。あのワイヤルアとカウバイと結構まあ似てるんですけど、一番女性はこういうの好きかなっていう感じだし、買うコーヒーもあの、うん、美味しいですけどね、ちょっとやっぱり特徴がそれぞれ違うので、うん、好み比べてみてこう自分がどの島のコーヒーが好きだなっていうのも、うん、もう探してみるのもまあいいかもしれないですね、うん、こっちはじゃあもうちょっと味が どういうね、コーヒーのいわゆる苦味と、うん、コーヒーのこう酸味っていうのが、それがこう結構ね、マッチしてるので、うん、いい感じでブレンドされてると思います、うんうんうん、なので、結構コーナーコーヒーよりも女性の方は好きかもしれないです。マイルドな感じです。じゃあハワイに来たらぜひぜひこのハワイアンドリップコーヒー皆さんあのぜひトライしてみてください。こういう感じでね、こういう感じで、はい、おー、かわいいですね。すごいかわいいレインボーの、ちゃんと説明もどこの島って書いてます。これで売ってるんですね。これで ABC ストアとか。あ、ABC ストアでも買える。はい。どんどんどん買えます。すごい。これは作って何年目なんですか、この商品が出てから。商品が出てからもうすぐ5年ぐらいですね。すごい。今 ABC ほぼ全店舗置いてますし。ABC の全店舗で、はい。あ、確かにね。空港の免税店でも置いてます。そうなんですか。はい、あとドンキホーテとか。ドンキでも、はい、おお。ちなみにこれでおいくらなんですか。10ドルです。え、10ドル、10ドル、本当に。じゃあもうお土産に最高ね、パックですね。とかばらまけるし、そのままでもいいし、10ドルだったらこれでなんか会社のね、はい、上司とかにハワイのお土産でね、絶対喜、コーヒーだったら絶対喜びますよね。飲みますしね、皆さんね、はい、めちゃくちゃいいもの紹介してもらいましたね、はい、今日はありがとうございます。